終了しました。今日はね、あのゲーム性も強いということでスルーで回ります、はい、で前半のポイントを発表します。みほさん33ポイント、うん、なんかね一人だけ違うところに行っちゃったりさちゃん、じゅんちゃん25ポイントで、私が24ポイント英語もダメだ、あるあるも別にうまくいかない。もうこうなったらクラブを封印します。やばい。皆さん、この中にあなたたちが今から使うクラブの名前が書いてあります。まだ見ないでくださいね、はい、せーの、あー、ジュニアだ。いや、一本あ、やばい、これ一番やばいから。ジュンちゃんが左利きのクラブでいきます。はい、で、ミホさんは一本一本やばいやんじゃん。足引いてくれたじゃん。で、リサちゃんがパーシモン。パターンもうこれこれ使うってことですね。パターンもこれ使います。わかりました、はい、で私がジュニアのクラブでいきます。はい、いきます。いや、一番ヤバいの引いてくれたわ、マジすごい ね、 これね、そういうことよ。ちょっと今説明がいるんだけどね、ちょっと使うか。で、これを合わせて4番、これで4番アイアン、4番アイアンでここを500円で締める。ここアイアンってことですか、ね、ここアイアンで、これパターです。この P が PP でパターになります。ドライバーかな。ちょっと待って、これドライバーじゃん。3分しかない。何この、いや、これは飛ばないと。これ練習ドリルだよ。練習器具、練習器具、軽っ。いや、でも左、初左ですか。初左でしょ。いや、相当大変ですよ。ジュンちゃん、ギブアップありだから。分かった。一本打法、カチャ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 変えていきましょう。いや、頑張ります。でも皆さん、本当にあの思いっきり振らないで、ね、手だけ。そんな感じ。おお、普通に打ってるし。何の問題もなさそうなの。痛くない？痛くはないんですけど、これなんかすごいギギギギ言う。頑張って、じゅんちゃん。え？逆だ。こっちか。え、キモい。あ、マックス浦井さんの気持ちわかる。もう当たった。今結構そんなと思ったのに。リサちゃんはパーシモンでいきます。うまい。音がパーシモン、うまい。てか普通に飛んでるし、すごいね。こんな感じなんだよ、パーシモンって。ここだけで打つの？練習になりそう。体幹強くなりそう。お、うまくない？全然いいじゃん、いいじゃん。おー、普通に当たるじゃん。すごくない？じゅんちゃん、わかんない、キモくない。でもどんなスイングしてるんだろう。もう進んでるから全然いい。いい、これめっちゃ打ちやすいんだけど。私これの方が聞こえいいかもしれない。やばい、クリーブランドのジュニア超打ちやすいんだけど。初心者なの忘れてたわ。お、うまい、うまい。てか当たるのすごくない？やばい、あんなドライブショットできない。いや、普通に打つね、普通に打つクラブ。え、普通にツーオンしようとしてるし。みんな打てなかったよ。そうなんですか。それ今んとこいい感じ。ちょっと待って、これ難しい。9番ウェッジ。え？ちょっと向きがおかしくなっちゃった。すごい、こうロフトを見ながらやる。そうそうそう。自分でここかなみたいな。ウェッジになる。そうそう。結構上に。リサちゃん、うまいね。私も重い。重いし、なんかね、刃物みたいに尖ってる。スライスするから、あっち側狙って、初心者だと思って。見ちゃってるよね。初めて左利きをね、握った割にはいい。チェック仕様の左利きですね。やめてよ、バンカー無理だよ。
いやでもちょっと今打てたっしょ。どっか行っちゃった。でかい。でかい。刺さるパーツも。あ！惜しい惜しい。今でも。出てた。あ、出てた出てた。右手でパン。右手でパン。あ！じゃあいいよ、ギブアップして。もう一旦打つね。ちょっと短くもしなくて。こうね、あ、そう忘れてた、写真悔しいから持ってやりたいんだけど、やめとくかギブアップね。え、それ何にしたの？もうパターン、とりあえずパターンにしてみました、はい、普通に、天才かも、天才だと思っちゃった。ナイスパー。ちょっと話が違う。リーさん乗ってった。うまい。ナイスパッチ。お、お、いいね。ミッシェルウィーみたい。確かに確かに。ちょっと待って、早い。当たれ当たれ。ちょっと待って、早い早い。あ、上手。美穂さん4ポイント。みさちゃん3ポイント、私2で、じゅんちゃん1。これね、練習したい、普通に。うまいな、普通にしてもみんな。全員左でいいんじゃないかな。結構楽しそうだ。はい、同じだったらサイド行きます。はい、せーの。お、やべえやつ引いた。全然違うじゃん。全然違う。パーシモンか。ジュニア左利きで、私が1本でパーシモン。普通に回りそう。やめてないの？めっちゃ飛ばそう。うん。普通。普通にいいとこ。普通だった。ナイスショー。ナイスショー。もはや何しても勝てないかもしれない。ジュンちゃんさっきギブか。ギブ。バンカー入ったら終わる。あ、でも綺麗だわ。そのお父さんできない。後ろから見ることすらできなかったさっき。おー、ナイスショー。てか本当に普通に打つね。さすが。これいい。いい。打ちやす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 いんだ。打ちやすい。いい。優しい。ちょっと1番はやめておきますわ。ナイスだ。でも全然止まらない。美穂の飛びはやばかったんだね。あ、軽っ。軽っ。おお、やばい、バンカー意外と飛んだ。でもそう、あと普通にフィニッシュまで行けるんだよね。そうだ、すごい。やばいよ、これでパワーだよ。反則よ。だってさ、やばいから。最初さ、うわ、一番やばいやつ引いたとか言ってて。てか、T シャツ落としながら、あ、これ終わった。この人何でもダメだみたいな。何でも打ってきやがるみたいな。やばいの出てきちゃったな。行きますよ。あ、もうゴロでいいよ。頑張った、頑張った。テージー、テージー。音がさ。やっぱ柔らかいから振りに行っちゃダメね。開いたい。真ん中に当たんないと手がジーンってなる。ちょっとやっぱ難しかったんで、5は7に変えます。7番アイアンでいっぱいいっぱいいっぱい。普通に打ってます。え？すごいね。普通に
角を狙ってる感じ。角待って出てない。そうそうそう。おー、うまい。ナイス。基本ハーフトップしかしない。おお、行ったんだな。どうだ。イエーイ。乗りました。ハイボンです。わあ、いいんじゃない？すごい変な音した今。割れそう。すごいナイス。絶妙。ちょっと構えた時とか見てほしいもん。ちょっとこれでどんどんロフトが1とかにするとこうやって立ってってサンドウィッシュとかするとこれで上向くっていう。すごい。今パターに設定しますね。あ、うまいよ。うまい、うまい、楽しい。左本当にたまりそう。え？うまい。うん。おお、でパー？いや、ボギーです。え、アイアンの音。結構短くなる本当は。そうだよね、言ってたよ。でもね、短くならなくなっちゃう。ふにゃふにゃ。危ない、危ない。優しい。オッケー。いやー、難しい。ダボ。おー、うまい。かわいい、なんか。ナイス。よっしゃー、8。ナイスイン。ナイス。どうでしたか、おみくじクラブは。やばい。なんか、結構やばいやつを聞いた気がする。そうね、やばいの言ったね。左がやばいよ。うん、一番左やばいね、うん、左行かなかったもんね。左行かなかったんだよ。左だったな、うん、失敗。難しいクラブをただ上手に打ったそうね、うん、発表します。みほさん40ポイント、りさちゃん30ポイント、もうすでに 10ポイント。やばい。じゅんちゃん27、はい、ココロ29。あんま変わんないです。ここ変わんないね、相変わらず。一旦普通に戻ります。左の癖がさ、左の癖が出て。あー、なんかやばいかな。あ、大丈夫。またなんかの一本の重さがさ、まださ、なんか。大丈夫だよ。バンカ。お、でも。次は左じゃないか、出るよ。出るね、出るね。右だと出るね、ちゃんと出る。あ、これいいよ。あ、大変でした。でも、りさちゃんもみほちゃんもうまいですね。普段から左で練習してるんじゃないかっていうぐらい。すみません。初左。本当に。ましてアメリカから取り寄せたわけわかんないクラブを見事パーで。わけわかんない。アラゴさんだったね。アラゴさんよ、本当にすごいナイスだった。すごいナイス。ナイスすぎて。山さん、今のところ大丈夫ですか？ありがとうございます。そうそう、なんかフィニッシュがなんかブレる、わかるわかる。あ、右の脇。あ、右の脇は何？あ、そうそう、股間。
沈む？ちょっとダウンで。